レレレババースででを手に入れるレバレッジ投資いい付きですす本日もよろししくお願いいたしますさあ、このチャンネルもね、もうそろそろ3年ぐらい、ね、経つのか、2年ぐらいなのかという、ね、ところで、ちょっとこの前のチャンネルからね、都市系のチャンネルを引き継いでおりますので、そのあたりが定かではないんですけれど、そろそろ私のね、初期に話していたことを知らない人が多いのかなということで、 えまあ、このような、ね、コメントもつきました。いつ自由を手に入れられるんですかということで、あ、結構知らない人がいるんだということで、当初言っていたこと、そしてそこから、ね、今年の5月で3年経とうとしております。その3年経とうとしている、ね、中で若干、ね、変わってきているということも、ね、ありますので、皆さんとその辺りのことを、ねまあ、知っていただこうかなと思いまして、まあ、焼き直し動画ということになります。それでは進めていきましょう。スタートです。 bóp bóp 僕らは逆イールド観察隊と。まあ私がね、このチャンネルを初めて、そしてレバナスを初めて買った時にはね、逆イールドなんて起こっていなかったわけですよね。その投資をね、している中で逆イールドっていうのが発生しまして、なんとね、それがアメリカ観測史上最大の逆イールドに育っているというのが現状です。この逆イールド、厄介なことにね、逆イールドが解消した暁にはアメリカがリセッション入り、そしてその後の株価の大暴落ということにね、繋がっていることもしばしばと。 ということになりますおそらく今年の後半から来年に逆イールドっていうのが解消していくと思うんですけれどその時に大暴落が来て慌てないようにした今メンバーシップをね立ち上げましてメンバーシップ会員さんと共に活動しております転ばの先の杖気になられた方はメンバーシップご登録お待ちしております 40歳から60歳世代が失敗しないニーサ投資と、えー、クレガトパテや食とホテルというチャンネルの方も運営しております。まあ、基本的にはニーサ投資とアメリカの株式の投資の話をしております。このチャンネルはレバレッジ型の商品の話がメインですけれども、40歳から60歳世代が失敗しないニーサ投資の方では、それに関係なくニーサで投資できる投資商品の方をどん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 ,どんと掘り下げていきながら、しっかりとした、ね、ニーサ投資成功させていこうという情報番組になます。 なってます正しい知識は身につけておかないとダメですということで、ね、レバレッジ型 ETF 分配金原資はどこから出てるのということで、短期公社債やコールローンから出ております。これらの利息が、ね、レバレッジ型 ETF の分配金の原資になってます。もちろん、ね、利息が発生しなかったときていうのは分配金はいただけませんと。正しく、ね、認識しておきましょうと。分配金レバレッジ ETF の特権、キャピテル狙ってインカムついてきて最高じゃんと。いや、なんか、 レレバッジ ETF インカム狙ってるんですかとかね、えー、くだらない質問がつくんですけれど、キャピタル狙ってる間にインカムがいただけるというね、えー、これに気づいたということでね、まあ、しっかりとね、認識を改めていかないといつまでたってもね、投資は成功しませんよということになってきます。さあ、コメントの方がつきました。いつ自由を手に入れられるんですかと、スローガンだけは分かるんですかと、ロードマップはということを聞かれておりますので、こちらの方にねお答えしていきます。 行こうじゃないかというふうにね、えー、なるわけなんですよね。えー、まず、えー、私がね。 一番初めに購入したのが、まあ、2021年5月28日、レバナスの方を購入しました。その時に言っていたことは何かというと、月5万円、毎月レバナスを購入して10年後にファイヤーだと。もちろん暴落が来た時にはスポット購入しますよということをね、当初から言ってたんですね。ですから、月5万円プラススポット購入。こちらの方で10年間でレバナスを使ってファイヤーするというのが、まあもともとね、このチャンネルを立ち上げて とといいうことになっていますですからレバナスで自由を手に入れるということになっているわけですね。えー、そしてその間にね、いろいろな、ね、2022年の暴落も起こりましたし、その暴落中に逆イールドが発生したということになってきたんで、どん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 と私の投資を、ね、していく環境というのがね、まあ、成立していったわけなんですよね。ということで、今年の5月の28日をもちまして、丸3年経ちますので、あと7年間でレバナスを使って、 ファイヤーをしていくというのが、まず大事目標ということになってくるわけですよね。そして、今、ね、逆イールドが発生したということになりましたので、これはチャンスだということで、まあ、メンバーシップを立ち上げたと。なんでチャンスなのかというと、この逆イールドの性質っていうのがすごく面白いんですよね。逆イールドっていうのが一旦発生します。そうしますとなぜか株価は上昇していくんですよね。そしてその後にリセッション入り、株価の下落が来て、そしてそこで、そこを 打った時はさもう一度上昇をかけていって 下落した時の基準価格を上回って、高値更新を続けていくというのが逆イールドの一連の流れなんですよね。そして逆イールドが発生してから、なんと今回ね、下落だったんですよ。2022年3月の29日に逆イールドが発生しましてね、逆イールドが発生したんだったら株価が上昇するんじゃないかというふうに思ってたんですけれど、まあ、ご存知の通り、2022年10月までどん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 底を掘っていたわけですよ。この嘘つき野郎めがと思っていたんですけれどね なんとそこから発展上昇して2024年、この、ね、動画を撮ってるのがちょうど、ね、4月の14日の日曜日ということで、何がちょうどなのかというと、イランが、ね、イスラエルに攻撃をしたということになってるんで、ひょっとするとこれがきっかけで、ね、下落に入っていくのかもわからないんですけれど、今の段階では、ね、まだ株価上昇しているという状態なので、まあ、2024年に入って、ね、株価がまあ上昇してきて、 指数の方がね、どん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 高値をね、更新してきたんですね。逆イールドっていうのは逆イールド発生地点よりも一旦株価が上昇して下落するということがありました。 999とか S&P500 っていうのはもうすでに新高値を更新しておりますから逆イールド発生日の価格を超えてきておりますしなんとねレバナンスとか SOXL のレバレッジがかかっている商品ですからね低減が発生しているにもかかわらずえなんと3月の29日のね逆イールド発生日の価格を超えてきたということになりますのでこっから先っていうのはいつ下落してもおかしくないっていうねえ状況になってくるわけですねで株価がどんどんどん,どん下落していく FRB が あしょうがないということで、どん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 利下げしていくけれど、どん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 利下げしてもね、株価は全然ね、下げ止まらない。しょうがないということで、大盤振る舞い金融緩和がなって、ようやく株価が持ち直していくというね、状態になるんで、今高くなってる株を売って、 そして、安くなった時に拾い直そうというね、ことを今考えてしているわけなんですよね。そして、まあ、今、株価上昇してますけど、ね、ひとしたらこれ本当週明けぐらいからね、ガンガン下落していくかもわかりませんけれど、そこでね、私が売った価格よりも安くなれば、買い戻ししていく、いし,していくことも可能になってくるということになるわけですね。そしてまあ、今回、逆イールド解消後にね、株価の大幅下落が来るということになります。 ますのでそこで原資600万円レバナスにぶっ込んでしまってあとはそこからですよねまだおそらく5年か6年ぐらいね残ってると思いますんでまあその6年間5年間しっかりとレバナスに働いてもらって、まあ、予定通り10年後に3000万以上のレバナスを作って毎月2%利確をしていくというために今ね 活動中とということになってます、まあ、今回のね、えー、上昇と下落を使って、本来だったら10年間かけて600万円を入金するつもりだったんですけれども、おそらく来年、再来年で入金が完了してしまうということになります。えー、そしてその後は、 まあ、今年が3年ですから、2年かかったとして5年ですよね。5年以内に600万円の入金を終えて、その後、5年間しっかりとレバナスを寝かせて、そして10年後からね、しっかりとお手当をいただいていくというね、手はずに変わったと。 これをもちまして、本来だったら600万円、労働収入からね、入金しないとダメということだったんですけれど、大体ですけれど、労働収入からの持ち出しというのは300万以下で済むんじゃないかと、残りの、ね、300万円以上は資産収入の方から出しますんで、私のね、持ち出し負担がかなり軽減できたと、これも一度のね、暴落を、 経て、しっかりと資産が増えて、そして次、逆イールド解消後の2度目の暴落が来てくれれば、もうそこで私の当初の目的が達成できる。まずは原資600万円をレバナスに入金すること。これが第1目標。第2目標は、それが3600万に育って、その後2%利確をしていくことということに、ね、なっておりましたので、まあ、それがね、 暴落を挟むたびにね、入金するね、期間が短くなっていくと。これはね、当初思っていたことと違うね、展開になってきたと。やはり暴落は資産を増やしていく唯一のね、効率の良い核い変タイム、期間だということになっておりますので、こちらの方をね、しっかりと利用して資産を形成していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。